Guys, I think I found the most unique karate style. Today, just like the last episode, I am going to be training Uechi-ryu under Shimabukuro Sensei. We are covering various attacks, kicks, blocks, and stances in this episode. So, let's get started. この構えは平手構えと言います。はい、Uechi-ryu で。手を開いて構え。で、これは力を入れます。あ、これじゃあ、チャットに力入れてます、はい、今。で、ここで平剣というのを作るんです。平剣というのはこれなんですね。そうそうそう。はい、正剣はこうですね。そうです、ね。で、これ平剣はこうつきます。で、溝落ちの前からですね。はい、上段相手が突いてきた、あるいは物で打ってきた、受けるんです。ここで受けてるんですね。手首の。はい。手首からこの一体で。あ、はい。はい。こう受けて、で、ここまで引きます。最後まで引かない、これ。ここまで引きます。これから平剣でパンとついてる。はい、これはどこで打ってるんでしょうか。ここです、ここで、はい、中指の、はい、要はこの2つですね、はい、ですからこういって1、はい、目構える1、はい、構える1、はい、これもう構える1からパンパン、これが開き構えなので腰はここでは使いますか。使っても入ってます、はい、でその時に例のあの運足の形ですね、はい、ですからこうはなってないわけです、はい、こうなってますから、はい、もうここで力が入ってる、はい、締めてますから、はい、締まってますから力が腰ずっと入ってるんです。なるほど、はい、回したりすることはない。いや、そんなに。わかりました。これは今こっちはやらないです、はい、そのこれからこういうことなくて、こっちからそのままで、はい、ね、で、これ、はい、平剣構えですから後でこれやりますが、脇が締まっています。はい、でそういうところが大事ですね、これ、うん、これが、他はこう受けますよね。ありますね。決めますね、はい、上地療法だから、昨日もそれ説明が生徒から質問があったんです、はい、どうしてここで受けるのと、うん、いうことを言ってですね、ここで、はい、平剣を生かすように、それから小手鍛えてずっとこっち鍛えてますから。なるほど、はい、でこうやってそのまま引いてこうついてるという、こうは しないんですね、うん、はい、ひねりを入れない分だけちょっと早いという考えはあります。なるほど、なるほど。沖縄にもこうつきますね、正剣ありますね。縦剣でつくのがあります。ああ、その分回転が少ない、流派がありますよ、これ、はいはい、その分で回転しない分だけこの先生は早いと。ああ、同じってはその感じって言ってますから、私はこれから水落ちのところから隠しておいてパンパーンって早いかなと。なるほど、はい、これが特徴ですね、はい、So this ageuke, I've never seen it done like this before. They block with the upper side of their arm. In your style, what is the ageuke like? In Shotokan, you have it right in front of our forehead and we turn the wrist 90 degrees. What is it like in your style? Also, like I announced before, I'll be holding a free Zoom lesson at the end of this month with two topics. First one is the no-step yakuzuki, and the second one is hip rotation. Everybody, it's free to sign up, so why don't you give it a try? I'm going to leave the sign up link down below for you guys to do. And I really appreciate if you can support the channel from the PayPal link down below so I can continue doing something like this for free. So, let's get back to the video. 平手回しでこう受けてるんです。こっちにこう受けてますね。で、それを卵型に、こめかみにパンと入ってみる。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、こうついてくるということですよね、はい、普通は。だから相手はこうついてくるだろうと思うのをかわして入ってるという考え方、はい、これが、まあ、回し突きといってちゃんとしたこめかみに、はい、目標はこめかみですが、まあ、顔面になりますね、はい、そうです、これ正拳で突きます。そうそうそう、正拳、はい、あ、ここが正拳、正拳、これ正拳です、はい、そうですね。これがちょっと他にはないですよね。そうですね。この軌道がないですね。それから
次の天心全速蹴りですね。あそこ蹴り、向こうに向いて蹴りますけど、よく蹴ってますね。こういきます。構えはずっとこの構えから1でいくんです。右で下がります。右で出ます。で、蹴る。奥。1。2で並びます。そういったことで左を蹴って、左蹴ります。転身してますね。なるほど。はい。1、2、3、4、こう1、2、3、4、こう1、2、3、4、1、2、3、4、前、これが転身。なるほど。転身をして前走、後ろが空いてればこうすぐできる。あ、そうか、転身です。それから最後の恋の尻尾打ちね。はい、あ、恋の尻尾。右足前で同じく立ち方は全部一緒、三鎮立ちですね、これね、はい、こう構えですね。で、これからこう構えて、これは三鎮構えです。三鎮構え、はい、さっきのこれは平手構え、これは三鎮構え。落として受けます。手甲拳で下を受けます。手甲拳で脇を締めたまま受けます。手のひらで押さえます。1、2、3、4、これが縦打ち、うん、横打ち、1、2、3、1、手甲拳で受けてます、はい、手甲拳。ここで、ここですね。反対の手はどういうサポートか。はい、来ないよ。来たら、来たら、はい、ここに来たら。誰かがここから。そうです、そうです。はい。それを反対向かうとすると。はい、はい、そうです。1、ここでぐーっと回転ですね。あ、尻尾ですから。で、ぐーっと回転するんですよ。こっちで回転。はい。2、3、1、2、3、4、1、3、これが横打ち。これもないですね、他にね。そうですね。ここで受けるっていうのは。そうですね。ここは最後に手首をこうグッと返すようなイメージですかね。はいはい、ここで実際の具体的に言うと、どこの、こうついてきましたね。はい、こう来てます。なるほど。こう構えた。パンと来て、正面入るわけです。ああ。はい。なるほど。こう動きが小さいですね。はい、早いですよね。こう、はい、だからこうこう鍛えてるって感覚。うん、実際は手甲受けですから、技は応用、さっき言った応用いくつもあります。はい、はい、ただこれは手甲受けというのはこう、わかりました、はい、ここで受けるという。親指っていうのはつけてらっしゃいますか。まるくっつけてはいません。なるほど。はい、ちょっと離れてますけど、はい、締め込んでます。力入ってます、はい、力入ってます。確かに不思議な、ここが自然と開きますね、こうすると。なるほど。力入りますよね。うん、入りますね。はい、こうやって指に力を突っ込む。上も一緒ですね。だから上でも、下も、うん、横も。全部手甲で。はい。平手回し受け。はい。こう構えてますね。これは、最近はそのまま左で受けるときに、こう受けてます。うん、動いてませんね、左、はい、左で受けるときに右手動いてません。そうですね、右で受けるとき左手動いてません、はい、間違いじゃないんですが、私たちは先生から教えは両方生かします。右で受けるときに左で離れます。それからこう受けます。あ、二段階で弾く、はい、弾くわけですね。これ1、こう出ます。2、3、4、5、6、7、8。ちょっといいですか。はい、じゃあ、はい、はい、あの手でついてきますね、はい、顔面ついてきます。そうすると力があったらこの手生かされないようにしますね、はい、ずっとここに力を働かせる、はい、相手が力が強かったら片手で受けられません、はい、やってますよ。1、ここまで聞こえる。じゃあ次は1、はい、あ、全くですね。ここ、はい、全くです、これ。なるほど。
あの力を入れると前にここに力は強いです、はいはい、そうですよね、はい、そうです力入れてください指一本で向こうに行きます、うん、この応用ですよだからこうやってこうやってる人に、はいはい、これが平手回し以上の特徴はい先ほど越中独特の一つ合わせと、はい、杖越し立ちというのも杖越し立ち、はい、はい、こう立つんですあっちが正面だった体重は50、50 50、50ですこう立つんですはい前まっすぐ前に見てくださいこれ簡単にいかないですけどこっちもこっちもいかないんですこれこの杖越しというのはここに力が入ってるんですね、はい、でここにも残ってるんです力がはい、はいだからこれ強いんですよ、これ。これにも。あうん、全部強い、これ。確かに。これが末腰といって、上中独特です。そうですね。四股立ちとは違う。うんうん。四股立ちやってもいいですよ、そのままで。四股立ち。はい。これは、さっき言ったみたいに、ここに強いです、はい。はい。向こうにも強いです。はい。しかし、ここに弱いです。あ完全に弱い。はい。だから、あの末腰というのは、どっちにもある程度、関連入れれば強い。だから、前は少しだけ、なんか、まっすぐでいいです。まっすぐ。はい。Before I practiced Uechiryu with Shimabukuro sensei, I thought Uechiryu was this mysterious karate style that didn't even look like karate. However, after this Kihon lesson, I understood the efficiency of Uechiryu. See, they don't take huge steps or they don't rotate their upper body in such a large way. They rather focus on the wrist rotation.When to go in and where to place their arms. I'm sure there's going to be tons of it, but what kind of differences did you notice between your style, your martial arts, and Uechiryu? Please let me know in the comment section below. If you liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you guys so much for watching all the way up to this point. And like I mentioned, I am going to be holding a free Zoom lesson at the end of this month. So please take a look at this video for more information. Also, I provide online group lessons and private lessons. So be sure to check it out from here. I will see you guys in the next episode.